エミリー、パリへ行くは、2020年に配信された、アメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。シカゴからパリに移住した、エミリーの生活を描く、コメディドラマ。原作、制作は、ダーレンスター、出演は、リリー・コリンズ、フィリピーヌ・ルロア・ボリュー、アシュリー・パークなど、2020年10月2日に、ネットフリックスオリジナル作品として、全世界へ配信された。 シカゴで働いていたエミリー・クーパーは、パリのマーケティング会社で職を手に入れ、夢の海外生活を開始する。しかし、アメリカとフランスの2つの文化の違いに悩み、成長していく。エミリー、パリへ行くの主要キャスト。上段左からリリー・コリンズ、アシュリー・パーク。各シーズン前は一斉配信2018年9月5日、パラマウントネットワークが、本作の制作を発表した。 2020年7月13日、本作がパラマウントネットワークからネットフリックスに移行することが報じられた。シーズン1の撮影はパリ市内とその近郊で2019年8月に開始された。2019年11月にはシカゴで追加撮影が行われた。本作は批評集積サイトのロッテントマトズに21件のレビューがあり、 批評価支持率は76%、平均点は10点満点で5.1点となっている。また、メトクリティックには10件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。ありがとうございます。